在日アメリカ軍沖縄における在日アメリカ軍基地、在日アメリカ軍専用施設の面積は沖縄県面積の約8%、沖縄本島の約14%を占めている。在日アメリカ軍は日米安全保障条約第6条及び日米地位協定に基づき日本国内に駐留するアメリカ軍である。在日米軍は在日アメリカ軍または条約などでは 日本国における合衆国軍隊ともいい、日米安全保障条約第6条により、日本国内に駐留するアメリカ軍の総称である。陸軍、海軍、空軍、海兵隊、沿岸警備隊の合衆国五軍全てが展開している。指揮系統としては、アメリカインド太平洋軍の傘下にある。なお、日本には横田飛行場に常駐している4人の国連軍、駐日武官、 軽装中の領土を除き、米軍以外に駐留する、外国軍は存在しない。在日米軍司令官は、第五空軍司令官が代々兼務しており、現任司令官は、ケビン・シュナイダー中将。前任者であるジェリー・マルティネス中将の後任として、2019年2月に就任した。アメリカ海軍が使用する横須賀海軍施設、厚木航空施設をはじめ、空軍、 沿岸警備隊が使用する、横田基地、空軍カデナ基地、海兵隊岩国基地、陸軍キャンプザマ、トリーステーションなど、ロシア連邦、中華人民共和国、中華民国、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国、フィリピンベトナム社会主義共和国にも近い関係上、東アジア、東南アジア、東、シナ海、南シナ海、太平洋方面の要所であり、 アジア有事の際には最重要拠点としての役割も持っている。現在の展開兵力は日本を母校とする第7艦隊艦船の陸民を含めて総計約5万人で在韓米軍のほぼ倍の勢力である。第二次世界大戦中に米軍が建設した飛行場1945年4月1日、米軍は沖縄本島に上陸したその日に 帝国陸軍沖縄北飛行場と帝国陸軍航空隊中飛行場を占領。かでな飛行場はその日のうちに米軍の富士着用飛行場として使用できるようになった。東洋一と称された日本の陸軍伊エ飛行場も4月16日の占領後2日で修理を終え沖縄攻略と本土空襲の出撃基地として機能を果たすようになった。 普天間飛行場は6月15日に造成に着手。このようにして、米軍基地は沖縄戦の最中から続々と付設されていった。8月15日の敗戦後、日本における死政権は全面的に連合国の制限下に置かれた。日本の帝国陸軍及び帝国海軍は全て解体され、それらの軍事基地はすべてアメリカ軍に引き継がれた。 連合軍は日本を非軍事化しようと計画し、アメリカは1947年の日本国憲法において非武装条項を主張した。1950年に朝鮮戦争が勃発した後、中日連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは準軍事的な組織として警察予備隊を設立するよう日本政府に指令した。警察予備隊は後に自衛隊へと発展していくことと、 なる。1951年に日本国との平和条約、通称サンフランシスコ講和条約が連合国と日本の間で締結され、これにより小笠原諸島と沖縄以外の完全なる主権が正式に日本に返還された。それと同時に日本とアメリカは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に署名した。この条約により、 在日米軍は日米安保条約第5条で日本の施政下にある領域に限定して共通の危険に関してはあくまで NATO のごとく即時軍事行動という義務規定ではなく日米両国が各自の自国内の憲法上の規定及び議会の承認手続きに従って行動することが可能と決められた。さらに日本政府は日本全土における軍事基地の自由使用をも認め 後の思いやり予算の提供と増額に道を開き、日米行政協定で在日米軍に付与される様々な便宜を提供することとなった。1960年、休日前安保条約の執行に際して、新たに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約が日本とアメリカの間で署名された。在日米軍の地位は日米地位協定で規定された。 この条約は、両国のどちらかから終了が申し出られない限り、繁栄久的に有効であり、日本の外交政策はこれらの相互義務関係に基づいている。ベトナム戦争では、在日米軍の軍事基地、中でも特に沖縄の基地が重要な戦略、補給基地として用いられた。アメリカ空軍の戦略爆撃機が、まだアメリカ政府の施生下にあった沖縄の基地に配備された。 1960年代、1200個の核兵器が沖縄のカデナ基地に貯蔵されていた。1970年には沖縄のアメリカ軍に対する小座暴動が起こった。アメリカ軍は1972年の沖縄返還までにすべての核兵器を沖縄から撤去した。日本政府は2007年に接受国支援金として2173億円を支出した。 これは日本においては防衛費の一部として計上され、思いやり予算と呼ばれる場合もある。アメリカ政府は、中流軍等労働者労務管理機構を通じて、8000人以上の基本労務契約、マスター・レーバー・コントラクト従業員、または初期間労務協約、インダイレクト・ハイアー・アグリーメント従業員を沖縄で雇用している。なお、この数字には、沖縄の契約従業員は含まれない。 2011年の東北地方太平洋沖地震の直後は在日米軍各部隊は友達作戦を展開した一方日本におけるアメリカ軍人や軍の文民従業員の家族9720人が日本から主にアメリカへ脱出した2013年時点で約5万人の米軍人とその家族約4万人及びアメリカ国防総省が雇用する5500人の アメリカ文民が日本にいる。これ以前については連合国軍占領下の日本、年表参照東日本大震災発生における友達作戦、燃料などを提供するアメリカ海軍対戦ヘリコプター部隊2019年3月末、現在在日米軍は横田基地に司令部を置き、56,118人のアメリカ軍人が日本に駐留している。このうち、 第7艦隊の東、アジア太平洋地域の養生要員は、海軍と海兵隊、計13,618人である。この人数は2009年現在、約2万5,000とも2万8,500とも言われる、在韓米軍兵力を上回るものである。これとは別に、現在5,078人のアメリカ人軍属が、アメリカ国防総省により、日本で雇用されている。 軍人と軍属の家族は44,289人に上る。中流人数、在日米陸軍は、キャンプザマに司令部がある。ユザージは、第9戦域支援コマンドから改編された第1、軍団前方司令部、在日米陸軍基地管理本部、第1地域支援軍などを主要な部隊としている。第1軍団前方司令部は2007年12月に、新設されたもので、 在日米陸軍司令官は、第一軍団前方司令部の指揮を取るとともに、第一軍団副司令官を兼任している。平時には、実戦部隊をほとんど持たないが、有事には、第一軍団本隊が進出し、陸軍、統合任務部隊を構成するものと考えられている。また、青山墓地近くに、正条期新聞の極東支社や、第五空軍司令部東京管理センター、 陸軍東京管理施設、軍情報機関関連施設などが置かれる在日米軍の中枢の一つ、赤坂プレスセンターが所在する。在日米海軍は横須賀海軍施設に司令部がある。日本に展開するアメリカ海軍部隊の部隊管理を管轄しているが、作戦指揮権はない。在日米空軍は横田基地に司令部がある。在日米空軍司令官は、 第5空軍司令官と共に在日米軍全体の司令官をも兼務している。ただし在日米空軍司令部は基本的に部隊管理のみを担当し、作戦統制は太平洋空軍のケニー司令部が行う。このため横田基地にはユザフュの部隊や航空自衛隊との調整のために第13空軍第1文献隊が設置されていたが、 第13空軍の兵隊に伴いその機能も第5空軍が担うことになった。在日米海兵隊には実戦部隊である第3海兵遠征軍と基地部隊である在日米海兵隊基地部隊の2系統がある。両者は組織図上では別個の組織だが同一の司令官によって指揮されることで指揮系統を統一している。在日米海兵隊の各司令部はいずれも 沖縄県のキャンプバトラー内に設置されており、第三海兵遠征軍司令部は、ウルマ市のキャンプコートに、基地部隊司令部は、ノワ湾市を中心に、周辺自治体にまたがるキャンプホスターに設置されている。また、岩国にも海兵隊に岩国基地がある。なお、第三海兵遠征軍と、基地部隊の県民司令官には、通常海兵隊中将が補せられるが、この中将は、 沖縄に駐留する全アメリカ軍の代表者である在中米ン軍調整官も兼務することとなっている。沿岸警備隊は空軍横田基地内に沿岸警備隊局東支部が置かれている。過去には南鳥島、洋島などにロラン局や通信所が置かれていた。マキ港補給地区で陸上自衛隊の隊員と2020年3月31日。 現在、日米地位協定第二条第一項に基づき、米国が管理する在日米軍施設、区域七十八施設二百六十三点一七六平方キロメートルが十三都道府県に置かれている。これに、日米地位協定第二条第四項による日本が管理し、米軍が使用する、または有事の場合に一時利用可能な施設、区域を加えた在日米軍施設、 区域は専用施設も含めて合計131施設で総面積は980.40に平方キロメートルとなる。米軍施設の総面積の35%は北海道19%は沖縄県に所在している。専用施設に限った場合は70%が沖縄県に所在している。特に専用施設が集中している沖縄県は 専用施設が県面積の8%を占めており、負担の軽減が課題となっている。米軍基地には、米兵以外にも多数の基地従業員が働いており、中流軍等を労働者と呼ぶ。また、基地施設以外にも、広大な管制空域、訓練空域、訓練水域が米軍に提供されており、日本国及びその国民の利用には、制約が課せられている場合がある。 俗に、米軍基地はアメリカ領と言われることがあるが、日米安保条約、地位協定により使用権が認められているものであって、劣気とした日本領である。活条地でも、咀嚼地でもないので、施設内に入ったからといって、アメリカ合衆国に入国したことにはならない。横田基地、厚木基地、嘉手納基地などをはじめとして、多くの基地が住宅地域の付近にあるため、 付近住民らは航空機の騒音や地域住民に対する様々な犯罪に対する不満を表明している。また、軍事品横流しや基地内売店の商品の転売も問題となっている。アメリカ軍基地が日本国内からなくなるとアメリカ軍による中国や北朝鮮に対する軍事的抑止力が落ちる可能性が指摘されているが、韓国による竹島の占領にあたり、 在日米軍は一切動くことがなかった。また、新潟日赤センター爆破未遂事件を指揮した韓国軍特務機関員は在日米軍基地から日本国内に潜入しており、米軍基地の存在がテロリズムの誘発につながった。在日米軍が起こす事件、事故の数は防衛施設長が提出した資料によると、1952年から2007年までに公務内外で、 在日米兵が起こした事件事故件数は20万件。日本人が巻き込まれて死亡した人数は1076人である。2010年に公開された外務省文書によれば、復帰前も1965年の時点で年間1000件に上っていた。また、1985年から2004年までに在日米軍の起こした事件、事故で、軍法会議にかけられたものは1名で、 懲戒処分者は318人である。これについて、日本共産党の赤峰政権衆院議員は、多数の事件、事故が起きているのに、軍事裁判は、たったの一件、米軍の犯罪は野放しにされていると述べた。機密解除された、米国の公文書によると、2008年5月17日までに、日本は、在日米軍関係者の犯罪について、1953年に、 重要な案件以外、日本側は裁判権を放棄する密約に合意し、その後5年間に起きた約1万3000件の事件のうち実際に裁判を行ったのは約400件で97%の裁判権を放棄していたことが判明した。また、1958年、日米安全保障条約改定にあたり、米側は岸信介首相に密約が結ばれている。 裁判権放棄を公的に表明するよう要求したが、国民からの批判を恐れ、騎士は認めなかった。在日米軍赤坂プレスセンターには、ヘリポート、アザブヘリ基地があり、頻繁に初着陸する危険及び騒音に対して、近隣住民からは変換運動も出ている。六本木トンネルの工事中、ヘリポートが縮小を余儀なくされると、1983年から、 都立青山公園の南側の敷地4300平方メートルを東京都が大体地として対応したが1993年トンネルが完成した後も公園の敷地は返却されなかった。2007年1月12日大体地4700平方メートルの返還と緊急時や災害時のヘリポート利用を条件に同時の返還を断念することを東京都と米軍は合意した。 変換される代替地は青山公園の一部として追加整備されるが、結果的にアメリカ軍は使い道の乏しい有給地を手放す代わりに青山公園の南側を潰してヘリポートを大幅に拡張することになった。沖縄県の在日米軍基地については沖縄県の面積が日本の国土面積に対して占める割合は1%以下と小さいのにもかかわらず、 在日米軍専用施設面積の74%が沖縄県に集中していることで、本土と比べて不公平だとする意見や、在日米軍基地の必要性についても疑問視する意見が沖縄県には多数ある。また、在日米軍基地近隣の騒音問題がある。2010年5月に毎日新聞と琉球新報が沖縄県民を対象に行ったアンケートによると、 海兵隊の駐留については、必要ないが71%で、必要だは15%になった。在日米軍専用施設の約74%が沖縄に集中していることに、関しては、整理縮小すべきだが50%、撤去すべきだが41%だった。日本駐留を定めた日米安保条約については、平和友好条約に改めるべきだが55%、 破棄すべきだ14%、維持すべきだは7%だった。なお2012年に NHK 放送文化研究所の河野慶が行った調査では沖縄への基地集中はおかしいと考える県民は全体の78%または86%にも上った。米軍基地を撤廃すべきか、本土並みにすべきか、現状のままとすべきか、もっと増やすべきかとのアンケートにおいては 基地の撤廃を望む県民は、県民全体では2番目に多い意見で、70歳以上では29%、30代では23%となっているが、20代では10%に過ぎなかった。これは、全国と同レベルの数字である。本土並みにという意見が一番多くおよそ50から60%で、あるが、現状のままで良いは40代から70代までは15%。 前後だが、30代では23%、20代では33%となっている。必要、やむを得ないとも、全国の方が多く、必要やむを得ないが71%と沖縄の56%を上海回,回っていた。また、普天間飛行場の変換に伴う代替施設として、日本政府は沖縄本島北東部の名護市辺野古にある。 海兵隊基地キャンプシュワブの沖合を埋め立てる新飛行場計画を1997年から進めている。これに対する沖縄県内の意見は賛否に大きく分かれ、地域経済の振興などを重視する受け入れ用認派は2014年に、続いて2018年名護市長選挙でも勝利したが、基地負担の軽減などを求める。 反対派は2014年沖縄県知事選挙や2018年沖縄県知事選挙で勝利し、地域行政の展開や国との関係にも深く関わる政治問題となって長期化している。空港と基地間を連絡する米軍用のバスに装着されているナンバープレート。福岡空港にて、米軍関係車両専用のナンバープレートは、ひらがなの位置に Y、E、 A などのアルファベットが書いてあるのが特徴で、Y ナンバーと呼ばれている。米軍関係車両の登録台数は6万台弱程度で、そのうちの約2万7000台が沖縄ナンバーである。その他、八戸ナンバーは空軍三沢基地関係、玉、八王子ナンバーは空軍横田基地関係、横浜ナンバーは海軍横須賀基地等の関係、相模ナンバーは海軍厚木基地、 陸軍キャンプザマ等の関係、山口ナンバーは海兵隊岩国基地関係と推測できる。絶対的な登録台数は少ないが、静岡県御殿場市に駐留する海兵隊キャンプ富士の要員が登録している、私有車両は沼津ナンバーである。平成17年9月より、駐留軍要員にも基地の外に居住して私有車の登録を希望する際は、車庫証明の取得が義務付けられた。 これによって、今では、湘南、品川、川崎の Y ナンバーがある。車検証状の所有者の住所欄には、所有者が所属する基地の所在地を記載し、使用の本拠の位置には、実際に住んでいる、基地外の日本の住所を記載している。また、自動車税が国民の2割に免除されていたり、ガソリン代に含まれる税が免除されるなど、不公平な点も多いとされているが、 自動車税に関しては Y ナンバーの車が基地の外と基地の中の道路を走る割合をもとに課税されているために異なる税額との解釈もある。公務中の米軍車両は高速道路や有料道路の通行量が免除される。米軍人並びに軍族やその家族が日本国内を遠方に旅行する場合、横立アーズなどの基地福利構成部門が 通行料金免除となるという触れ込みで公用車扱いのレンタカーを貸し出すことが容認されていたが現在この記述は全軍のホームページからは消えている空港基地間連絡バスを運用している米軍関係車両が交通事故を起こした場合日本の警察だけではなく在日米軍の憲兵隊も見聞に現れるこの事故が公務中であったことが 米軍によって証明された場合、加害者軍人の身柄は米軍に移るため、それに対する日本の警察権、司法権、裁判権行使は、日米地位協定第17条に基づいて行われる。軍講用車両のナンバープレート表示については、上記の限りではなく、日本の書式と全く異なる米国フォーマットのもの、及び剥き出しのプレートに黒にペイントされた、 簡易プレートを装着している。これらの車両は日本の道路運送車両法、道路交通法の適用外であるため、米国仕様のブレーキ、テールランプとウインカーが兼用のものも走行している。ありがとうございます。